今回の問題、音声 VLAN を利用することでスイッチはデータ通信と何々を識別することができる。音声 VLAN の設定は何々ポートに行う。設定方法はコンフィグレーションインターフェースモードでスイッチポート何々と設定する。さあ、ハテナに当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。はい、それでは答えを発表します。答えはこちらです。今回は音声 VLAN について一緒に勉強していきましょう。始めます。お世話になっております、マサルです。今回は音声 VLAN について一緒に勉強します。長く続けてきた VLAN シリーズは今回で最終回となっております。これまで VLAN はブロードキャストメインを分割したりする通信を制御する目的で利用するケースを見てきました。それ以外に利用されるケースとして VLAN を IP テレフォニーをするときのデータ通信と音声通信を識別する識別情報として利用されることもあります。 IP テレフォニーというのは音声データをデジタルなデータに変換して IP ネットワークで音声通信をするための技術です。主に IP 電話で利用されます。一説には 0.5 秒以上音声データに遅れが発生すると利用者は会話にストレスを感じることがあると言われています。なので音声データのようなリアルタイム性が必要な通信は優先的に処理をしてデータを転送してあげる必要があります。優先的に音声データを処理するためにはどのデータが音声データなのか識別する必要があります。そこで VLAN タグを使って音声データを識別します。まずはこちらの構成をご覧ください。スイッチの先に IP 電話がつながっていて、さらに IP 電話の先には PC がつながっています。 IP フォンはスイッチに接続するポートと PC に接続するポート、2つのポートを持っているものがあります。この2つのポートを使えば PC とスイッチ間に IP フォンを接続することができ、スイッチのポートを節約したり配線作業を簡略化することができたりします。ただこの場合スイッチからすると1つのポートにIP フォンからの音声データと PC からの通信データ2種類が届くことになります。先ほどお話ししたように音声データはリアルタイム性が求められるので優先して処理をしデータを転送する必要があります。ただこの場合だとどれが音声データか分かりませんよね。優先するにはどのデータが音声通信でどのデータがデータ通信なのか識別する仕組みが必要です。そのために VLAN を利用します。 VLAN10 はデータ通信、 VLAN20 は IP フォンで音声通信とします。このように VLAN を分けてあげればデータ通信と音声通信がしっかり区別できそうですよね。ただこの設定をしようとすると一つ困ったことが起きます。それはアクセスポートに対して VLAN10 の通信と VLAN20 の通信、複数の VLAN からの通信が届いてしまうことです。アクセスポートは一つの VLAN しか属することができません。そこで活躍するのが音声 VLAN の技術です。スイッチのアクセスポートにスイッチポートボイス VLAN コマンドで音声 VLAN を指定します。この設定によって一つのポートで複数の VLAN の通信を処理することができるようになります。 PC からのデータはそのままアクセスポートに届き、 IP 電話からの音声通信はdot19 を使ってボイス VLAN コマンドで指定した VLAN 番号のタグをつけてアクセスポートに音声データを届けるようになります。スイッチではタグが何もついてないデータが VLAN10 のデータ通信として処理をし、タグのついたデータを音声通信のデータとして VLAN20 として処理をします。なお VLAN タグの中には VLAN 番号を識別する VLAN ID の情報以外にも PCP というフィールドがあって、そこの数値によって優先度を設定することができます。 PCP は3ビットのフィールドなので0から7の8段階で優先度を設定できます。0が一番低く、7が一番高いプライオリティになります。それでは今回は音声 VLAN をパケットトレーサーで使ってみましょう。パケットトレーサーに移動します。それでは実際にパケットトレーサーで音声 VLAN 設定してみましょう。まずはスイッチで VLAN を作成するところから始めてみたいと思います。今回は VLAN10 がデータ通信で VLAN20 が音声通信、2
2つの VLAN が登場するので、2つの VLAN を作りましょう。まずは VLAN10 を作ります。名前はデータとしておきましょう。次は VLAN20 を作ります。名前はボイスにしておきましょう。 VLAN10 と VLAN20 ができました。次にスイッチのインターフェースに VLAN の設定をしていきます。 FA0-1 にデータ通信として VLAN10、 音声通信として VLAN20 を設定します。該当のインターフェースを指定してスイッチポートアクセス VLAN10、 そして次に音声通信として利用する VLAN20 を設定します。スイッチポートボイス VLAN20 です。同じように FA0-2も設定します。 FA0-2 を指定してスイッチポートアクセス VLAN10 とスイッチポートボイス VLAN20 を設定します。その後 FA0-3 をトランクリンクで設定しましょう。 FA0-3 を指定してスイッチポートモードトランクですね。では VLAN の設定ができたので設定の確認をしておきます。小 VLAN ブリーフの実行結果がこちらです。 VLAN10 と VLAN20 ができていて、それぞれ名前も割り当てられています。さらにポーツを見てみると FA0-1 と FA0-2 が割り当てられていることがわかりますね。 FA0-3 はトランクなので、ここのポーツには表示がない状態です。では VLAN の設定ができたので、シミュレーションモードを使って音声通信を見てみたいと思います。なお本来は IP フォンの設定などをルーターにする必要があるんですが、 IP フォンの設定などは CCNA の範囲ではないので割愛します。ここで覚えておいていただきたいことは、スイッチのアクセスポートに音声 VLAN の設定をすることでデータの通信と音声の通信を識別することができるようになりますよ、というところはしっかり覚えておきましょう。ではシミュレーションモードを使って音声通信にはタグがついていて、データ通信にはタグがついてないことを確認してみたいと思います。なお一緒にやってみたい方は、これから IP フォンも使うんですが、 IP フォン結構大きい音が出るので音声には注意してください。それでは始めていきます。フィルターは ICMP と SCCP が見えるようにしておいてください。まずは PC1 から PC2 にピングを打ちます。 PC1 からピング 192.168.10.2 PC2 の IP アドレスを指定します。 PC1 から ICMP のデータができたので、時間を進めていきます。スイッチに情報が来た時にどのようなデータになっているのか見ておきましょう。入ってきた時の状態なので、インバウンド PDU ディテールズを選択します。イーサネットフレームを見てみてください。プレアンブルの情報があって、 MAC アドレスの情報、タイプ、データ、フレームチェックシーケンス、 VLAN タグは挿入されていませんね。なので FA0-1 はVLAN10 が設定されているので VLAN10 の通信として処理されることになります。時間を進めていきます。 PC2 に届いて、 PC2 から応答の通信が返っていきます。はい、 PC2 から応答が返ってきてますね。では次に音声通信試してみたいと思います。 IP フォン1から IP フォン2に向かって電話をかけてみたいと思います。 IP フォン1を選択して GUI をクリックしてください。ここに小さく書いているのが IP フォンの電話番号です。 IP フォン1が5678、 IP フォン2の方が1234になっています。 IP フォン1から1234と番号を指定してあげれば IP フォン2に電話をすることができます。では電話をかけてみましょう。このあたりをクリックすると受話器を取ることができます。そして1234と選択します。ここまで操作ができたら時間を進めていきましょう。はい、IP フォンのデータがスイッチに届きました。 VLAN タグがしっかり挿入されているかどうか情報の中身を見てみましょう。スイッチに入ってきた通信なのでインバウンドです。イーサネットフレームを見てみると、プレアンブルがあって、 MAC アドレスの情報があって、 TPID TCI、 ここに VLAN タグが入ってますね。その後にタイプがあって、データがあって、 FCS が入っています。この中身を細かく見ることができないんですが、この中に VLAN20 という情報や優先度の情報が入っています。この VLAN タグの情報を見て、スイッチは受信したフレームは音声通信であると判断することができます。では情報を進めていきましょう。どんどん情報を進めていくと、いつかのタイミングで IP フォン2に届きます。 IP フォン2でしっかり着信ができています。今鳴ってるような音が鳴るので、音が鳴って困る方は十分に気をつけてください。このあたりのボタンを押すと受話器を上げることができます。
このあたりを見てもらうと分かるようにコネクティッドという表示が出ていて、しっかり通信できているようです。はい、それでは今回は音声 VLAN を一緒に勉強しました。実習は以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせを最後にやっておきましょう。音声 VLAN を利用することでスイッチはデータ通信と音声通信を識別することができます。音声 VLAN の設定方法はアクセスポートに行いますので、ここはしっかり覚えておきましょう。設定方法は対象のインターフェースを指定して、スイッチポート、ボイス VLAN、VLAN 番号で指定します。それでは今回の動画で第4章 VLAN 編は最終回になります。本当にお疲れ様でした。また CCNA 対策編の動画は今回の動画で大変申し訳ないんですが一旦お休みとさせていただきます。継続して見てくださっている皆様には大変申し訳ございません。ただ第1部完ということで、2022年の5月ぐらいには第5章のスパニングツリープロトコルから始める予定です。 CCNA を目標に勉強している皆様にはご不便をおかけしますが、過去の動画で復習などしていただいてお待ちいただけるととてもありがたいです。マサルの勉強部屋では次回から2022年春試験に向けてのネットワークスペシャリスト試験対策の動画と情報処理安全確保支援士対策の動画を作っていく予定です。もし CCNA だけではなくこの2つの試験についても興味がある方は引き続き動画をご覧いただけますと幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。 CCNA 対策編はまた5月にお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。